ビズ香港証券取引所で今日経営危機に陥っている中国不動産大手中国恒大集団の株取引が停止になりました恒大集団は停止の理由を明らかにしておらず新たな発表を準備しているとしています恒大集団をめぐっては年末に期日を迎えたドル建て社債の利払いができなかったと伝えられています